ばんは。お待たせ。よいしょ。ありがとうございます。今日も11時から今ご飯食べたばっかりご飯食べたばっかりです。ペクポワさん、こんばんは、ありがとう。ネコポーいらっしゃい。ノリ偏頭痛、ありがとうね。うん、昨日より全然元気です。ノリありがとうございます。ブルームーンさん、テストさん、ノブシャン、アキヤン、ワンダーさんブラッチ、コシさん、スウェイさん、ありがとう。松山も秋らしく朝晩冷え込みます。こっち寒いよ。帰ってくるとき寒かったです。みんな大丈夫かね。気温寒暖差やばいですね。大将さん、大工さん、おパパ、おさぴーさん、さとちゃん、みっつーさん、大将さん、おがこさん、まーちゃん、ありがとう。のぶしゃん、客きらありがとう。まみちゃん、あさみさん、におさん、ゴールドシップさん、テストさん、ただいま、お疲れ様。かりたん、結婚してありがとう。かずのりさんに、かんちゃん、ひでまーさん、ローマ字のまこさん、底辺さん、ドナルドさん、ありがとう。お、ニアさん、レインボーありがとうございます。レインボーありがとう。レインボー、ドナルドさん、ロッピーさん、犬猫さん、三浦さん、俊一さん、新一さん、 MK 真嗣さん、クラッシャーさん、大文字カズさん、スピンさん、キンニャンさん、ジーさん、ありがとう。ブルムーンさん、かわいい、ありがとう。ワンダーさん、おお、神はおう、ありがとう、ワオン。スエさん、ファイトありがとう。トキピタさん、ミーピーズさん、ノブーさん、シーケー、え、モヘンリーさん、モヘンリーさん、ありがとう。アサミさん、パチパチ、ありがとうです。うん、晩ご飯食べました。大将さん、カレーうどん食べた。コンドルさん、ありがとう。ヤマトさん、100キラありがとうね。おさぴーさん、お疲れ。ポップマスターさん、いらっしゃい。大将さん、あさみさん、パチパチありがとう。ブレイブさんおさるさん、カリタン、ありがとう。大将さん、ワンダーさん、パチパチありがとう。サンバさん、かわいい、ありがとう。ターさん、あ、ダーさん、ダーさん、ファントムさん、イズキュン、ありがとう。大将さん、フルありがとう。大友さん、サンバさん、ハムちゃん、ありがとう。わ、マメちゃん、お花。ムネタカさん、パチパチありがとう。ヨピーさん、かわいい。ムテンさん、いらっしゃい。シュンイチさんに、ノブシャン、ただいま。ただいま、ただいま。ザキさん、おにぎりさん、マーさん、のもさん、はっ、いや見ましたよ。あ、え、なのはちゃんのも見たっけな。いや今日さ、ツインプラネット感謝祭の抽選結果出たよね。想像以上にさ、みんなあの落選しちゃったっていう報告がいっぱいで悲しみです本当に落ちた、なのはちゃん。逆にさ、当選したっていう人のね、あのツイートポスト見つけてないんだけど、え、当たってくれてる人いるのかな、これ。たけのこさんとかで、悲しみなんですけどスイカさん、パチパチありがとう。やす兄ちゃん、たーくん、ありがとう。およよさん、桜タイガーさん、ありがとう。スイカさん、パチパチありがとう。
おかきさん、メリーさん、ありがとう。ねえ、ペクポワさん、風邪ひかんように気をつけてね、本当に、みんな。えのさんさん、ありがとう。スナフキンさん、こさめさん、ありがとう。まこさん、パチパチありがとう。ヨッピーさん、フルありがとうございます。スイカさん、フルありがとう。配信直前のひなわちゃんは部屋の中ダッシュしてそう、焦ってってこと？全然ゆっくりよ座ってからが長いけんね。こうなんかメイク直したりとか、つなげたりとか、なんかいろいろして、気づいたら時間になってます。うのはちゃん、キラ100ありがとう。がっくんさん、ぎゅうさん、なおなおさん、ありがとう。たこ焼き食べてる、たこ焼き食べてる今、いいな。ごんちゃん、ありがとうです。おかきさん、バラありがとう。ゴールドシップさん、お待たせ、待ってたよんって。クラッシャーさん、パチパチありがとう。やす兄ちゃん、100キラありがとう。ヒロさん、ありがとう。おさぴーさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい。ニーハーさん、ありがとう。その先に君がいたさん、パチパチ。おかきさん、小判ありがとう。ドナルドさん、100キラありがとう。ロボさん、いらっしゃい。おう、のぶさん、お待たせ、お待たせ明日のランチのお弁当を作ってる、えらい主婦ですね。ワンダーさん、おくま教師ありがとう。おくま教師、ゴンちゃん、ジージーありがとう。のぶしゃん、にじいろさん、お疲れ、ありがとうです。コウジさん、コウジさん、ありがとう。おかきさん、レインボースターありがとう。おさるさん、お花ありがとう。エイジさん、トコトコさん、コウエイさん、HK さん、オーガッチーありがとう。テイヘンさん、ケコシティーありがとう。ドナルドさん、ラブレタ。ジーさん、パチパチありがとう。あ、マスサーティワンさん、ありがとうございます。大阪お仕事ですか。うさぎさん、いらっしゃい。お、ブラッジ。おくまペ、あ、違う、オオカミか。わお、ありがとう。のぶさん、お風呂ありがとう。今日ものぶさん、おたこありがとう。まーちゃん、かっこいい。わ、かりさん、またそれ早すぎて反映されとらんやつや。コメ1個目あり。おさるさん、 HK さん、パチパチありがとう。ダイエット中毒さん、おやすみ。ローマ字よしさん、お疲れ、ありがとう。世界の片隅マットさん、ありがとう。ローマ字よしさん、ありがとうございます。じいさん、お花ありがとう。わ、テストさん、おくまきょんしー、ありがとう。おくまきょんしー、まっちゃん、かわいい、ありがとう。イーデックさん、タグケンさん、ありがとうございます。あ、おー、ロムジマサさん、ありがとう。そう、今日ゼップライブのゼップダイバーシティの方でやる方もチケット販売だったんですよ。先着順だったんですけど、それはね、X でも撮ってくれた人の見ました。撮ってくれたマサさん、ありがとうございます。チケット、ひでゆきさん、ありがとう。さとしさん、いらっしゃい。 JR 松山駅行ってきた。あら、いいね。拡大しそうだったって。行きたいな。今回さ、結構短いかもで、愛媛入れるのが。でさ、時間ないかもしれないな、いける、見に行きたいのにな。ソエさん、フロありがとう。
お大事に。セイナちゃんの秋風移った。そっかそっか、お大事に。ひなちゃんは元気になったのかい。海ほたるさんありがとう。あ、三田よ山 P ありがとう。さすがっす、ゼップ。あ、トゲ、前方にスーピーズのファンが陣取る。え、嬉しい。それは嬉しい、ありがとう。ひるゆきさん、バラありがとう。じゅんすいさん、パチパチありがとう。アンチヒロさん、こんばんは。トンヌラさん、ありがとう。まーちゃん、フル、ありがとうございます。止めながら考える。今日悩むな。お猿さん、アンパありがとう。考え中。コルポ、おたこありがとうございます。ひでゆきさん、じいじいありがとうございます。おぼぱ、おさぴーさん、お花ありがとうございます。しまじょうさん、いらっしゃい、ありがとう。海ほたるさん、お花ありがとう。お、高知の城へ来てみや、チンバもバンバもようとる。はい、今やってきた。感謝祭は落選でした。それ見ました。悲しいよ、本当に悲しいです。あれ、あれは会えるか、あの11月。悲しみですね、本当に。おばば、お花ありがとう。おがっこさん、レインボースターありがとう、いっぱい。タグ JP さん、僕は純粋さん、ありがとう。なおさん、いらっしゃい。アマトーさん、ありがとう。髪色変わりました。今日美容室行ってきたよ。もうなんなら真っ黒やで、ほとんど真っ黒というか、めっちゃ暗くなったでしょ。そうなの。しかもね、髪ね、めっちゃ短くなりました。まあ、めっちゃでもないけど、わかる人はわかるみたいな長さよ。これぐらい切ったかな。切ったし染めました。ちょっと毛先がね、もう痛みに痛んでいたのですっきりです。お猿さん、結婚してありがとう。明日の最高気温、え、寒、18度ですって。明日仮病で休んだ方がいいなりよって。いや、そういう、それしたいところだよね。そんな寒いんだ明日。いや、明日さ、ちょっと配信が何時でできるかわからんくて、もうめちゃくちゃ遅くなるかもしれないしっていう。ちょっと頑張って帰りますね。ペポさん、カーマインさん、ありがとう。トキピタさん、パチパチ。ミッキーローズさん、ありがとう。ヘンリーさん、しんいちさん、お花。ヤマピー、アゲありがとう、アゲ。ハイドさん、ジュンレベル45さん、ありがとう。おしげさん、ノブーさん、ありがとう。サムマイスター、ネコプー、そうなんです、染めましたよ。今日は鹿児島のそば茶屋吹き揚げ庵でそばの日。食べ過ぎ食べ放題5杯食べたって、食べ過ぎじゃんそれ。はるかさん、ありがとう。わ、嬉しい。ポブマスターさん、ダイバーシティ31番、めっちゃ前じゃない。
ダイバーシティの31番手ありがとうございます。昨日の音も、嘘、関東エリア限定やったんやって。昨日のあの何やっけ、陽気になりたい時に飲むやつみたいな。え、今日はね、ちなみにね、ちょっと音もしようかな。昨日とね、味違いのやつなんですよ。今日はこれ B っていうとこの、集中したい時に飲む飲み物。この題名が集中したい時っていう飲み物です。集中したい時飲もう。これ飲みます。なんか毎回さ、すごいいい匂いなんだよね。昨日もさ、めちゃくちゃ、なんて言うんだろう、なんかフローラルなお花っぽい匂いだったんだけど、今日もね、あ、レモングラスだって。めっちゃ爽やか。素敵。わ、これ色見てほしいな。色がさ、あ、ちょっと分かりにくいか。水色なんですけど、これ飲み物水色。めっちゃ綺麗だよ。はい、では早いけど来てくれてありがとう。チケット取ってく、ライブ取ってくれた方ありがとうございます。おやすみー、おやすみー、乾杯。このシリーズ好きやわ。めっちゃすごい、なんかこう優しい味というか、なんかリラックスできる。おいしい。やばい、コメントを消えていってしまっている。コシさん、お花ありがとう。おしるこさん、いらっしゃい。テストさん、フルト。あ、本当ですか。ありがとう、ゼップ。嬉しいです。ありがとうね。ネルさん、外れた。そうか、寂しい。でも一時で当ててくれてる人はいたよね、確か。トラガンマさん、お花。あ、わかるよ、のり。カレーうどん、ココイチのカレーうどん美味しいよね、めっちゃ。マサさん、お疲れ。神岡姉さん、パチパチ。ありがとう。マンボウさん、ありがとう。ローマジおいしさん、キャプキラ、ありがとう。ブログ見たよ、ハルポンデートよきですね。あ、そう、新しく今日ブログ載せました。そうなんですよ、ハルポンとおデートした写真を載せておりますが、ぜひご覧ください。店長くん、結婚してありがとう。アントワンヌさん、パチパチ、ありがとう。ユージさん、いらっしゃい。ゾウさん、ありがとう。お猿さん、フル、ありがとう。松山、そろそろ長袖の出前になりました。やっと？結構最近さ、寒くない？松山、暖かかったのかな？そっか、寒くなりましたね、本当に。フジモンさん、タッキーさん、お疲れ様。ねえ、落選祭りだったよね、ブラッチ。わ、コウエイさんも落選って。ほんと。シネタンさん、ありがとう。グッチ、パチパチ、ありがとう。カラチーさん、ヤフカラホーさん、ありがとう。おさるさん、愛してる、ありがとうございます。ゴンシロちゃん、ありがとう。天竺フル、ありがとうございます。ありがとう、目が素敵。ありがとうございます。あ、おがち落選でしたか。落選報告をこんなに聞くことになるとは。いやね、風邪だけひけないんですよ、本当に。いやさん、そうなんです。体調いらっしゃい。今日は仕事休みでしたが、午前中は
お疲れ様、リハビリ。でミッキーさんありがとう。お猿さんかわいい、ありがとう。明日はもっと寒いのでね、らしいですね。どうしようかな、明日何着ればいいんだろう。ほんと、金ちゃんいらっしゃい。ドナルドさんお風呂ありがとう。あ、ありがとう、予選校まで。トトロさん、ユッキーさん、アップルシェードさんありがとう。あー、おがこさんも当選しんかった。てへいさん、フォローありがとうございます。え、ポリポリさんのダイヤモンドってどんなんだっけ。ダイヤモンドだねーのやつですか、これ。これって、あー、おさぴーさんお待たせ。お猿さん尊い。あ、ほんと、二次募集で当たった方見つけれんかった。いや、私もです。ライジンさんありがとう。ビールじゃなくノンアルビール飲むのは酔うとやばいから、微妙にノンアルの方が味が好みだから。いや、ノンアル、そりゃね、普通にビールは飲みたいですよ。体的にだ、的にだね。もう完璧に。本当にね、合ってないなと思う。お酒と体が。ユキさん、結婚してありがとう。体調、お待たせ。カマイさん、レインボーしたありがとう。ノラのタンさん、客キラありがとう。お猿さんありがとう、レインボースター、いっぱい。カンマインさん100キラギフト。タケタケさん、サイさん、ノノンさん、タミオさん、ハシヤンさん、風と海とさんありがとう。おはようございます、はじめましてで、ハシヤンさん、ハシヤンさん、感謝祭2回も落選して会えない結果にへこん。あ、そうか、一時も応募してくれてた虹色さん。あ、ワンダーさんもだって。悲しみ。え、めちゃくちゃさ、落選率高いんだね。じゃあ、そうなのか。モーリーさんありがとう。ミッキーローズさんお待たせ、ありがとう。あ、犬谷さんありがとう。あ、本当だ、ゆくさん滝山パーカー羽織ってくれてる。いや、いいじゃん、めっちゃ今の季節ぴったりじゃん、滝山パーカー。フォングさん、秋風さん、熊高さん、ヒッチッチさん、ののんさん、マーク2さん、よこちゃんちゃんありがとう。ローマジユキーさん、あ、うさぎさんいらっしゃい。ハイドンさんお疲れ。ローマジユーさん、レインボースターありがとう。あ、本当、よしさん髪色変えたからかしら。めっちゃ下こジャージなんだけど、すいません。黒クマさんありがとう。みやさん、そうやで。もうこれいつもさ、この状態で切ってもらってるの毎月なのにさ、どん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 伸びてさ、結局これぐらいまでいく。伸びるんが早い、本当に。もうさ、毎回切ってもらうのも大変やからさ、もうめっちゃバッサリいってほしい気持ちもあるんですよ。前髪もっとさ、もう眉毛ぐらい。もうそれぐらいさ、伸びる早くてさ、困ってる前髪。あ、右肩のマッサージに電動ブラシ使えるかもね。結構ね、強力なんで、あれ。ギドラさん、スズボさん、水太郎さんありがとう。ユッキーさん、フルありがとうございます。ほーら、足元を見てごらん、これがあなたの歩む道。はい、虹色さん楽しみです。ゼップ楽しみにしてます。
ね、体調フルありがとう。え、マミちゃん大長老じゃん。1900回。マミポーズ、犬ポーズ、ありがとう。ネムネムさんいらっしゃい。ひろゆきさん、はちすけくまさん、千人さんありがとう。にじいろさん、ラブレター、ありがとう。やすのりさんいらっしゃい。犬谷さん、レインボースター、ありがとう。すわまよさんいらっしゃい。お、ランディさん、はじめましてかな、ありがとうございます。ハートのよしさんいらっしゃい。ブレイブさん、パチパチありがとう。よっちさん、よっしーパパさんありがとう。やはりタケノコから継続して、スピノコねスピノコはいいね。ファンネームとかって本当いつ決めれるんだろうな、私たち。決まってるのかな。決まってはないと思うんだけど、まだ。早くね、呼びたいですよね、みんなのこと。ししまるさんありがとう。おさぴーさん、うま、ありがとう。今月の電気代見たらびっくらぽんだった。あれ、あの冷房とか高かったってこと？そうね。海風さん、ぴょこにんさん、ありがとうございます。ダーダーダさん、ダーダーダさん、ありがとう。のりふる、ありがとうございます。まみちゃん、プラネタリウムにゃにゃ、ゆうつくよ、顔出す、消えてくこと、物声遠くと奥。はい、よいしょ。ハッピーさん、お待たせ、ありがとう。あ、お花もありがとうです。ミリお肉さん、ありがとう。あ、アトリちゃん、今日も M リーグ見てた。え、今日、待って、何曜日、火曜日か、火曜日。けだまきおしろうさん、ミリお肉さん、ありがとう。なおさん、レアパパさん、トラガ、あきららいいさん、ありがとう。ネコプ、わかる、わかる、ありがとう。テストさんも気づいた一瞬で。あ、ほんまに、すごいね。じいさん、ありがとう。髪色ちょっと紫にも見える。あ、そうそうそう、紫なんですよ。あ、バイオレットピンクみたいな色だったかな、確か。今なんか暗いからね、よく分かりにくいかもだけど、こうしたら分かりやすいか。ちょっと赤紫みたいな感じですね。はーい、明るよ。いしょ。テストさん、かわいい、ありがとう。シネタンさん、いらっしゃい。あ、ほんと、サトシさん、髪色変わりました。いイナッチさん、ありがとう。橋本環奈ちゃんがおむすびという、あ、ね、あれ気になってるんだけど、おむすび見てますか？パラパラ、え、パラパラ、パラパラ踊ってるの？濃い小豆色、お、確かにね、そんな感じかも。でも色は、とろけるさん、いらっしゃい、ありがとうございます。わー、借りた、落選した、悲しみ悲しみよ。犬谷さん、レインボースター、ありがとう。ひろぽんさん、いらっしゃい。染めるとイメージ変わりますか？ね、昨日まで結構明るかったもんね。いや、そう、本当にもうめちゃくちゃ遅くなりそうなら、そうなんですよ、お休みになっちゃうかもしれないんですけど、なるべくやりたいんだけど、配信。はい、やっくん、お花ありがとう。
お花。とろけるさん、キラ100ありがとう。デミキンさん、レインボースターありがとう。おがこさん、パチパチありがとう。のり、かわいい、ありがとうです。髪の赤み強く感じますか？そうそう、暗いけど、まあ、ピンクとか赤とかちょっと多めに入れてもらってるよ。はとりちゃん、100キラありがとう。ひなほのライブどんな感じなんかな、行ってみようかな。ぜひぜひ体感してください。スーピーズ初めてだからね、私もね、ちょっとね、どんな感じになるか、いっぱいリハを重ねているところです。お、ユッキーさんありがとう、ありがとう。はやてさん、サロくんいらっしゃい。ドナルドさん、ありがとう。1900回訪問の、あ、まみちゃん、ありがとう。シャラララロン、綿棒のようにたくましく育ったね。横顔良きですか？今日はお団子ですよ、こっち側。ありがとう。集中したことないので飲まねば。何？集中して配信に。あ、本当、はやてさんダメだった？30日。そうかね。そやで、ひなほの呼吸出せそうだわ、これ飲んで。いや、分かってないゆうきさん、ビーってなんなんこれ、元素記号みたいなってこと？髪の毛切ろうとして自分で切ったら失敗してえらいことになった。いや、自分で切るのは勇気いるよ。まあでもどうなんだろう、短髪とか長髪とかの違いでまた変わるかもだけど、短い人の方がなんか難しそう、自分で切るの。わ、ありがとう、はやてさん6日撮ってくれた、ありがとうございます。楽しみよ。ナリンジン配合ですね。ナリンジン、え、入ってんのかな。入ってるわ、ナリンジン、すごいじゃん。あ、昨日ね、ガバだっけが入ってて、今回はそのナリンジンってやつだ。あ、チューニングドリンクって言われてるんだって、これ。自分のなんかマインドを整えるみたいな意味の飲み物なんだって。すごっ。今夜落ち込みたい時に飲むやつ。どういうこと？いや、でもあるかもだよね、そのなんか感傷に浸りたい時に飲むやつみたいな。え、テストさん飲みました？ローズマリーのやつ。え、美味しくない？めっちゃ。はやてさん、ラブオクマありがとう。天使のありがとうね。ネコップ、はやてさん、サイリウムありがとう。そう、関東1000倍なんだって。そう、さっき知った。私も乾杯。みんなグラッチェグラッチェ。孫悟空さんいらっしゃい。めちゃくちゃ作ってるじゃん、ポップマスターさん。えらっ、体に良しかも。サロくん、お疲れ、ありがとう。いや、それはやばい、甘党さん。お供買うために東京行かないと。お供魂すごすぎて。落選組の涙色だわ、だって。あ、これ涙なの、みんなの。いや、私の涙だよ、これ。
スイズのりあきさん、あやたか、ありがとう。寝る前のビールリラックスできるね、わかるわかる。高星ハートさん、ありがとう。お、なに、ありがとう。ブラッチ聞きたいね、ほんと。みんながリクエストしてくれてるやつは。ありがとうございます。え、今どんぐらいリクエストくれてんだろう。いっぱいだよね、すでに。ハルポンと仲良しで良きですね。仲良しですよ、ほんと。いや、ほんとにね、落ち着きますね。やっぱこう、付き合いが長いっていうのもあるけどさ、波長がすごくね、あの、なんかゆっくりしてるというか、お互いすごいゆっくりしてて、すごく良き時間が流れております。ポンちゃん優しいしね、みっちゃん。リルルさん、モシュさん、マシャンマシャンさん、ありがとう。ローマジンキーさん、おたこ、ようちゃん、尊い、ありがとう。あけこんしてもありがとう。カタカナハジさん、いらっしゃい。道後のお祭り、そう、道後のお祭りですよ。イズキュン、パチパチ、ありがとうございます。まみちゃん、お風呂ありがとうね。1900回になりました。いつもいらっしゃい、ありがとう。そう、ありがとうございます。早いね、1900回なんだね。もうまだまだよろしくお願いします。野菜炒めさん、ポンタちゃん、ローマ字ゆうたさん、ありがとう。かわいいもありがとうです。猫耳さん、いらっしゃい。学校の職場で働いてるのに、え、熱中症危な。え、暑かったっけ。あやったか、熱中症になっちゃったんだって、職員の方。猫耳さん、100キラありがとう。あ、合ってた。ダイヤモンドだね、あ、いくつかの場面。これは私でもわかるわ。著作権の講習中の15時に、ほう、お疲れ様。15時の、あ、落選結果見たんだ。悲しみだよね、本当にね。いや、いっぱい会おう、これから。いっぱいあの、ライブとか作っていくんで、機会を。サクサクさん、お疲れ様、ありがとう。雰囲気変わりました、温泉小路さん。はい、もうここもここも切ったし、色も染めたよ。感謝祭落選したけど、え、エチカーネコープすごい、6番だって。全部6番やばい。もう6番ってどない、こことかやない、もうこれこの辺やない。すごい、ありがとうね、本当に。みんな、猫ぽはや。大志くん、いらっしゃい。あなたの瞳のことではないでしょうか。ダイヤモンドが。そんなパキパキしてる。ローマジユキーさん、ラブレターありがとう。ねえ、なんかね、そうよ、みんながさ、来れなかった人もこう見れる機会あったらいいじゃんか。配信とかやんないのかなやんないか、さすがに。悲しいんだけど、だって無料だもんね、入れる、あのあれが。やってほしいな。ようちゃん、フルありがとう。リアルキーちゃんとつくたん通称むずいけど、2匹が並んで昼寝してるグッズ欲しい。それは私が一番に欲しいわ。ありがとうね、よしさんね。ちょっと本当に難しそうなら、あのお休みチケットを使うかもしれないです、明日。千葉さん、ありがとう。
マサさん、ボスの、あ、美味しいよね、フルーツスカッシュ。よく飲むわ、私それ。わあ、ユッキーさん、パジャマグッズで作りたい。お揃いね。いや、わかりやすいよね。しかもそのスーピーズでさ、パジャマのグッズ作ったらさ、みんなそれ着てきてくれたりとかしたら結構わかりやすいじゃん。あ、スーピーズのファンの人だって。本当に作りたいパジャマ。着るの勇気いるか。でもライブでいっぱい着てくれる。ハラメタロン、お花ありがとう。虹色さん、ラブレターありがとう。お塩さん、パチパチありがとう。キャメロンさん、いらっしゃい。虹色さん、かわいい。川崎さん、お花ありがとう。はちみつさん、いらっしゃい。そやで、めっちゃバッサリだとね、デコ出しになっちゃうから、それはそれでダメなのよ。テストさん、サイリウムありがとう。ヘンリーさんも、オガコさんも、すごい、みんなありがとう。わーい、はらめたら本当良きですか。髪すっきりです。イヤホン使おうとしたら片耳のカバーが家出しちゃってた。うわ、めっちゃわかるわ。私もさ、あれさっき、あ、そう、ずっと片方なくてさ、この耳のこのかぶせるやつがさっき見つかったの。掃除してたら、もう嬉しい。これなくなるよね。え、これの話だよね、この上にかぶせてるやつ。わかるわ。てけちゃん、いらっしゃい。まささん、100キロありがとう。美味しくできたので、 X に、あ、ポトフ、すごい、ポトフ作ったの、美味しそう。アイルトンさん、ありがとう。アイルトンさん、こんばんは。タケノコロンティおしゃれだねって今日も褒められた。今日も来てくれてたの、おがこさん、ありがとう。江戸のやつのロンティーだろう、タケノコ。あ、タケノコって書いてるやつかな、黒の。 D 赤さん、ありがとう。いつかお供に茶色い大瓶のリアルビールが登場する日が来た。栓抜きしながら、もうやばいでしょそれ。でもあり、美味しそう、それ瓶ビール美味しそう。スピトモとかスキピ的な雰囲気で、スピピスピピの皆さん、かわいいね、いいね、スピピ。チャンムサシさん、ヨコポンさん、ありがとう。おがこさん、サイリウムありがとう。ノブシャン、レインボースター、ありがとう。のり、ありがとう。テストさん、サイリウムありがとう。くまたかさん、いらっしゃい。ファントムさん、パチパチありがとう。カタカナのユーニャンさん、ありがとう。そう、明日はね、めっちゃ遅くなるか、うん、お休みか、逆にできそうな時間あったら前の時間とかになるかもしれん、いつもより早く。長さちょうどいいですか、ヨシさん。お、ありがとうございます。なんかちょっと癖ついてきちゃった。すっきりです。小太郎さん、ありがとう。パチパチ18円さん、秀原さん、たまごちゃん、ありがとう。マシャマシャさん、レインボースター、ありがとう。おむすびの主題歌ってビーズさんの曲なの、かっこよ。聞きたいんだけど、どんなやつなん。しんいち、パチパチありがとう。エスト&Hさん、ありがとう。本当、ファントムさん、ジャージですよ今日は。下がね、もうパジャマに着替えちゃったけど。
禁煙始めた記念に買おうと思ってたタバコ代4ヶ月分ぐらいの靴を注文した。すごい。タバコ4ヶ月分ってどれぐらい？結構なんじゃないか。すごいね。横ポワンさん、かわいい、ありがとう。キラブンタさん、ムナガネさん、スノハラくん、ありがとう。コタロウさん、ありがとう。世界で綿棒がこんなにフューチャーされることもないだろう。いや、ほんまにないよ。もう綿棒を振り回してるの私ぐらいだよ、ほんと。赤さん、いらっしゃい。ひらがなの丸刈り、あ、丸刈りね。自分でできるか、胸金さん。丸刈りもさ、なんかこう難しくない？全部さ、均等にあれってできるもんなの？均等に切れるもんなの？丸刈り。ボスさん、ありがとう。ヨコポンさん、フルありがとうございます。定時配信って10時半から11時になったのって。そう、10時半できるときは10時半にするよみたいなマインドです、今。そうなの。結局帰りがさ、最近ギリギリになったりとかで11時が多いですね。コロコロ転がるさん、ありがとう。キラブンタさん、お花ありがとうございます。前髪カット配信やだよ。前髪、もう前髪さ、私本当に一切喋んないから。もう最近ずっとさ、美容師さんにお任せしてるけど、伸びるのが早すぎる時はちょっと自分でさ、こうビビビビって整えたりするんだけど、もう本当に命かけてるからね、前髪切る時。もうほんとミリ単位で全然顔変わるからな。やばいよ。ショーンケイさん、ありがとう。名もなきパイロットさん、ハロランさん、ありがとう。ブーちゃん、ありがとうございます。ねえテストさん、美味しかった？良きです。アントワネさん、フル、ありがとう。やっと朝晩涼しくなりました。みかんの色付きは？あ、1週間以上遅れてるんだ。え、今色ついてるみかんあるってこと？アントワネさん、あ、でももうその時期なのか。ほえー、そうなのか。ハロランさん、かわいい、ありがとう。のんびりしたいねんさん、オカムさん、いらっしゃい。カサブンカさん、ありがとう。いいカップルみたいだね、ハルポンちゃん。そうだよ。なんかさ、こうずっと無言でもさ、全然気にならない、一緒にいても気にならない人っているじゃん。いない、あんまりいないよね、そういう波長の合う人って。なかなか出会えてありがたいです。30度いった日あったよね、最近。すごいよ、寒暖差。コシさん、フル、ありがとう。悲しみ、落選しちゃいました。30日、しちゃいましたって書いてるから落選かと思ったら当選なんだけど。え、めっちゃ嬉しいんだけど。ありがとう。え、2次で受かってくれたって、オーディションみたいなやつだ。当選してくれたってこと。ありがとう。うれぴー。いたぞ、ここに当選者現れた。ありがとう、小石さん。わーお、すごい。テフネンさん、ありがとう。熊高さん、バラ、ありがとう。HM さん、いらっしゃい。ちょうど半端に切って結局床屋に行くってダメじゃん。結局ね、整えにね、自分で頑張ってみたんですけどって。それもありか。
6番カオチカいやそれレベルですよね。6番ってどこよ本当に。一番前だよね。まめまめさん、ひらがなヨッシーさん、ありがとうございます。ペクポワさん、かわいい、ありがとう。6番はスタンドマイクさんってこと。まめまめさん、パチパチありがとう。ヨッシーさん、ありがとう。ハナ、ひらがなの。 SQSQ さん、土屋さん、ありがとう。大工さん、お風呂ありがとうございます。あ、告知はあれまだ受け付けてるかな。11月6日のライブって今日からね、あの11月6日のゼップダイバーシティ東京の対バンライブのチケットが先行で受付始まりました。今日のね20時から発売してるから、ほんとさっきから発売されたんですけど、ぜひちょっとまだあるか見れてないけど、チケットチェックしてみてくれたら嬉しいです。詳しくは私の X にて。スーピーズもあの X アカウントやインスタ、あの TikTok 全部ありますので、ぜひフォローしてくれたら嬉しいです。 TikTok は本当に頻繁に踊った動画とか、なんかいろいろ面白い動画をたくさん載せておりますので、ぜひチェックしてください。はい、ドンキのお客さんってあ、パジャマが、それジャージでしょ。ね、大きめのサイズでね作りたいよね。ナイトキャップ、お、ナイトキャップは分かりやすいね。確かにグッズで出したら。ルイベさんありがとう。小さい、どんな字体や、小さいのよくなくす、イヤホンかな。片方くれるかと思ったのにって、え、これですか。やぎませんよ、これ、大事な片方なんですイヤホンの100均で大量に売ってるやつよくなくすって、え、100均で大量に売ってるんですか。え、このカバー、え、そうなんだ、知らなかったいや確かにそうか、アントワンさん、パジャマ着てダンスはハードル高いって。いいじゃん、一緒に踊ろう。あ、そうそうそう、猫ぶ、私あさっての夕刊富士第2節かな、出場予定です。頑張ります。ちょっと1節目もね出させていただいたんですけど、10日もあさってか頑張ってきます。出るよ。そうだよね、ライブ何着ていけばいいのかなって、グッズないもんね。作りたい、どうしよう。のりたまちゃんありがとう。梶山さん、仙道さん、お花ありがとう。道後ビールでラベルを作れば、花の話してた、ビールか、ビール。わあ、お猿さんよく覚えてくれてるね。栓抜きの使い方がわからない動画ね、いやあれはずすぎる藤本さんお待たせありがとう。ひらがなひろさんありがとう。まささん、フルありがとう。ありがとう、こんな頼りない私と一緒にいてくれて、ありがとう。あおちゃん、おたこ、ほんわかほんわかほんわかほい、ありがとう、いっぱい。ローマ字トッシーさん、おきおきけさん、ありがとう。フジモンさん、お花ありがとう。三本線の入ったジャージ、それはドンキじゃん、もうドンキだよ。ジャージといえば、あ、
え、楽しみ。3期の2はそろそろ。リゼロね。リゼロ楽しみ。ひらがな斉藤さん、ズミさん、ありがとう。あ、あおちゃん、コウモリ。バサ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 。ありがとう、いっぱい。辻野博文さん、ありがとう。コーポンさん、ありがとう。中学生まで高速で丸刈りでした。だって、え、丸髪、丸髪じゃない丸髪って何、丸刈りのみ許されてたの？それ難しくない？結構伸びるのもすぐだし。そうなのか。即答亭さん、太鼓の奥間、ありがとう。太鼓の奥間、今日も即答亭さん、ちょっとおひさー、ありがとうございます。バンクバーさん、ありがとう。確かに金木犀の匂いしないね。ユッキーさん、近くに咲いてないのかな。お、ピルクル、ありがとう。オオカミ、あお、ありがとうございます。床屋と美容院の違い、あ、なんか気になって調べたことあるな。資格とかの問題じゃなかったっけ。資格の、取ってる資格の違いみたいな、大元なんだっけな、調べたんだけど。あと床屋さんでは顔を剃ってくれたりするけど、美容院はないよね、それは。医療になるのかな。のぶしゃん、奥巻き美味しい、ありがとう。奥巻き美味しい。のり告知、ありがとうございます。本当ね、よしさん、無言で過ごせるのって、なんか過ごせる人ってなんかいないよね。なんか小説家さん、いらっしゃい。お、パチパチ、ありがとう。あ、よかった、ゼップチケットまだ売ってる、嬉しい。そう、大きい場所だからな、みんなとたくさん会いたいな。お待ちしてます、ぜひ。うん、ひなわさんやスーピーズの予定増えてきて忙しくなりそうで嬉しいです。こちらこそです。会えますか。カバー売ってるんだ、初めて知ったわ。ちょっと見に行ってみます。猫プファイト、虹色さんファイト、ありがとう。ワンダーさん、レインボースター、ありがとう。ヨコポン、コーポンさん、ファイト、ありがとう。お花もありがとうです。 お花、コーポンさん。ジュンナさん、いらっしゃい。ありがとう、テストさん、夕刊富士入ってきます、行ってきます、明後日だ。テストさん、再利用もありがとう。 We love 滝山のブルー T シャツ着ていこうかのわーって、え、いいじゃん、確かにちょっとスピーズっぽいか。ブラッチ、お花ありがとう、いっぱいお花だ。テストさん、ハヤテさん、サイリウムありがとう。ブラックロータスさん、プリン、プリンさん、お刺身プリンさん。ひなおちゃん、マッチで火をつけられる、つけられますよ。マッチ好きです、めっちゃ。あの匂いとか、そんな頻繁にやってるわけじゃないけど、外とかでさ、花火やるときとか使ったりして。愛媛でおしゃれジャージといえばプージャー、そやで。え、愛媛だけなんですか、プージャー流行ってるの。丸亀せんべいみたいになってた
丸亀丸亀盛り上げいやめちゃくちゃ言ってる人みたいだよね、丸亀に。毎月床屋さんでバリカンで買ってもらってたんだ。へえ、あ、野球部時代ね。確かに野球部は結構あの丸刈りというかそのイメージもあるわ。テストさん、レインボースターありがとう。さゆりさんいらっしゃい。バクバさんパチパチありがとう。なおやさんありがとう。ロムマチのバクバさん100キラ127ありがとう。床屋、そうなの？床屋のシャンプーってうつ伏せなんですか？知らなかったそれ。うつ伏せ難しくない？なんかこう血がさこっちになんか溜まってっちゃう感覚悪くない？うつ伏せって。あ、やっぱ免許の違いだよね、美容師さんと床屋さんって。あ、理容師さんか。お、タータンさんラブレターありがとう。ドリンクカウンターで売ってるゼップタオル集めてます。ほう、その会場によって違うやつ売ってるってことかな。食堂店さん知らなかったそれ。ゼップタータンさんありがとう。ラブレター、あ、やばい、12時になってた。は、自分の花火こう分け与えるやつね、友達とかに。あ、やりたいね、あれみんなと思う。やっぱ水色がいいのかな。あ、全然縛りとかはないから。スーピーズの色がね、全体的な色があんまり決まってないから好きなので。眠れそうな、眠れそうスーピーズっぽいなってやつ来てくれたら嬉しいです。見つけやすい。マッチ好きです。危ないか。自転車乗りさん、まあ一家さんありがとう。りょうすけさんはじめまして、ありがとう。りょうすけさん、たまごさんのさん、みちさん、かなめしょうじさんありがとう。おさるさん、バサバサありがとう。こんもりは、なんと嬉しい。りょうすけさん初めて来てくれたんだって、ありがとうございます。武田ひなほ、ひなっぽと言います。今は歌手活動とプロ雀士活動と声優活動を主にしています。カタカナやすけさん、はい、どうもありがとう。わかんない、ポップマスターさん、それわかんない。 J さんいらっしゃい。大文字の美容院はいつも決まったところに行ってるのって。うん、もうね定まりました。いろいろこう今までは東京来てからちょっといいところを探すっていう意味でいろんなとこ行ってたんですけど、美容室もう最近はねずっと同じとこ行ってます。ゼップ大阪に行くと USJ のハリボテの裏側が見れるんだって。なんかやだ、やなんだけど、それは見てみたい気もするけど。最近の若者はマッチの付け方知らない？知らない？え、なんで私は知ってたんだろう。逆に理科とかでやったのかな。ヴァンパイアお兄さん、カズアットマークさんいらっしゃい。おさぴーさん、ラブレターありがとう。
ブージャーで検索するとサンスクリット語の教養って意味プージャーってもう略されとるもん、プージャーっていうのが。ひなおさんと会ったら照れてうつ伏せになりがちですということ全然仰向いてますけど、あ、たいしくんがうつ伏せになっちゃうの。ゼップのドリンクホルダーめっちゃある。あー、それはわかるわ。もらえるよね、あの飲み物につくやつ。へちゃかペンライト必要って、いやそんなこともないけど、もう踊ってくれるならね、あれ振りにくいよね。踊ってくれるのも嬉しい。水色のマイ枕応援しに来てくれるの隊長それは分かりやすい。ひらがなかずさんありがとう。367050さん、はじめましてかな、ありがとうございます。プレコシさんいらっしゃい。本当ゆきさん、水色合いますか。お、ありがとう。ぜひともサイディウム そのマッチかい、ブラッチ、そのマッチさん。アブダヨさんありがとうございます。あ、なんと3570さん、福品屋ちゃんのポスト見て来てくださったんだって、ありがとうございます。こないだもね、生誕、あ、こないだのやつ見てくれたのか、生誕祭行かせていただいてました。可愛かったな。ひなおさんは人生4回目くらい。いや、そうだよ。あと若者ではない。もう今の若者はこう何を考えてるのか私もわからないよ。教えて、若者の皆さん。このルームに来てくれてる中で、この一番の若者って誰なの？って、さっき何の分もらってたんだっけ。軽社員さんいらっしゃい。四国に時々観光で、あら、ありがとうございます。ようこそ四国へ。本当ですか。愛媛来てね、また。アルファベット A さん、お花ありがちょ。にゃがとさんいらっしゃい。猫プー、サイリウムありがとうございます。ありがとう。みなほちゃん見るときオカピみたいに上から見ていいですかでもいつもさ、上からなんじゃない。私より背高いんじゃない。いいよ、はやてさんありがとう。わお、ありがとう。オカミ、水色のアイマスクしてきてくれるの？ヤマピ、ライブ始まったらこう拓馬さんいらっしゃい。ここに若者いないちょっとえ、このルームでの最年少を見つけたいよね。でも昭和しかいない？嘘でしょ？本当に？で、私のさ、11歳上までは平成だからね。
いそうじゃない？平成の方々は。俺ではないはず。限りなく若者でないわしら。いや千人かよみんな。千人じゃん。アデノシンさんありがとう。クライフさんありがとう。クライフさんラブレターもありがとうです。いないのかな、ハルポンより年下のファンの方。え、いないか。ハルポンは2002年生まれだ。いない。いや誰も本当に名乗り出てくれないってことは本当にいないかもしれない。平成の方がぜひ教えてください。令和生まれいた。もうそれ配信中に生まれてるじゃん。ヤマピー令和生まれだったら私の配信始まってから。新幹線と同級生です。何年生なの新幹線は。あ、女神じゃん。そうやで。え、あ、でもこのルームで今一番の若者女神ちゃん説あるよこれ。スイッチさんありがとう。2002年なんて一昨日くらい最近。いやでもわかる、2000年代ってさ、私もそれ感じる。え、最近やんって、この間生まれたやんって。2000年代の人たち。そっか、すいひなちゃんもいてくれてるもんね。あ、そうじゃん、すいひなちゃん。ほんとだね。黄色い魚さんありがとうございます。配信中に生まれた。まーちゃんお疲れ様、ありがとう。よし、2000年にはすでに働いてる。私がオンギャー言うてる時にみんなもう働いてくれてたの。みんなは99年とか2000年何してたの。私が産声を上げた時は。よし、じゃあとママやったし、オリップでも塗って。あんまりね買わない色を買ってみたんだけど、どう？いつもオレンジっぽいリップなんですけど、ピンクどうでしょうか。学生でした。お、学生さんか。みんな大学生の時に昭和が終わった。ほうほう、大学生の時昭和64年だっけ終わるの。大学生西枕さん、おお偉い、働いてたよ日本のためにって。ありがとう、皆さんのおかげです。私が育ってくれたのも日本を回してくれたみんなのおかげです。2000年入社した年、わあ、そうかそうか、今から24年25年前だもんね。もうエピオンさんありがとう。おー、95年まで高校生。のりいいね、ありがとう。おかむさんかわいい、ありがとう。あ、この色良きですか、ありがとう。
ちょっとね可愛いなと思って、似合うかは分からんけど買ってみたんですよ。人生の迷子になってたよ。今迷子になってないじゃん。おお、サラさん2000年の時にアラサーでした。サラリーマン、 ありがとう。ピンク良きですかこれ。あ、そうかそうか、私そうだ、ノストラダムスの大予言の年に生まれてるんですよ。なんかそれ言ってたな母が。世界が終わる年。ヤマサハさんパチパチありがとう。ひなおちゃん応援するためにずっと働いてました。ありがとうございます。そうやって巡り巡ってみんなに今こうやって会えてるのすごいね。成長期、ヤマサハさんいらっしゃい。あ、そうか、天中くん、お若いお若い。5000円札？どんなんだっけ5000円。え、あ、違う違う、500円札か、500円札？そんなやつ？ね、ほんとよ、世界終わってもらっちゃう、困るよね、私がオンギャー言うた瞬間に。よかった、ここまで元気に世界が回ってくれて。え、そうなんですか、明日デイでシズピ出られるの。え、めっちゃ見たかったんだけど。引かれるのかな、バックで。さとかちゃんさんありがとうございます。さとかちゃんさん、はじめましてかな。よし、終わっとこかな。あ、もうめっちゃ遅れちゃった、ごめんなさい。ではランキング見せて終わっとく。今日もありがとうね。13位から、マシャマシャさんありがとうございます。本日もダンジありがとう。12位ネコプー、ありがとうネコプー。ライブもここで待ってるよん、ありがとう。11位ブラッチー、ありがとう。コメントもありがとうね、たくさん。おやすみなさい。10位あおちゃん、ありがとう。誕生ありがとうございます。今日もありがとう。9位おがこちゃん、ありがとう。おがこちゃん誕生です。今日も嬉しい、ありがとうでした。8位テストさん、ありがとう。テストさん、わーい、たくさんいただきありがとうございます。また明日ね、ライブもありがとう。ラッキーセブン、おさぴーさん7位、今日はいい日になるぞい、ありがとう。7位です。6位即答店さん、ありがとう。即答店さん誕生いつもありがとうございます。おやすみ。5位お猿さん、ありがとう。お猿さん、わーい、誕生だよん、たくさんいただきありがとうございました。そして4位のぶちゃん、ほう、のぶちゃん4位ありがとうございます。今日もありがとうね、いっぱい。そして今日の第3位、あぼん、みやさん、ありがとう。めっちゃいただいてるわ、すごい、たくさんいただきありがとうございます。そして2位、あぼん、ワンダーマークさん、やった、2位です。たくさんありがとう、ありがとうございます。そして今日の第1位、あぼん、はやてさん、ありがとう。はやてさん1位です。本日もたくさんありがとうございます。1位
おやすみなさい。ということで、あ、4746マリエゲイ。今日は暗髪戻し盛り上げ、なんだっけ、丸髪盛り上げ、はい、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信していますので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。はい、では今日はここで終わります。ちょっと明日配信がねめっちゃ遅くなる可能性あるんですけど、ちょっとかお休みかどっちかわかんないけど、また告知します。ではまた明日、おやすみ。5、4、3